まさか最後のラウンドキャストはこの方が務めてくれましたね、はい、ドラキリューナイトの最終日のレギュラー吉野志保美さんでしたね。志保美がね、はいはい、美しい姿で、ね、掲げてくれました、はい、そして目いっぱいファンの方もね気流に足を運んでいただきまして、はい、この景色を関選手最後ね先頭ゴール決めて、うん、目に焼き付けることができるでしょうか。まあ、昨日よりもはるかにまたお客さんの数大変なことになっているでしょうからね。そうですね。また注目のまた4枠井上選手のスリットからの伸び足、ここがレースを動かすことになっていくのかどうか。ボートレースキリュープレミアム G1 第11回ヤングダービー優勝戦、それでは実況でお楽しみいただきましょう。レースキリュードラキルナイターナイター発祥の地にハイレベルなヤングパワーが集結いたしましての6日間、第11回のヤングダービーファイナリスト6名が水面に登場しております。今年の対戦の6勢は1号艇地元北群馬の関博也、2号艇お隣埼玉から畑田太一、3号艇香川の川原博明、4号艇大阪井上忠政、5号艇大阪勢が続きます佐々木翔斗、そして6号艇滋賀の澤田直也、以上6メンバーの対戦。向かい風2メーター、並びの方は枠なりとなっています。断然の人気1号艇の関、6年前の第5回大会のこのヤングダービータイトルホルダー、今年はボートレースバトルトーナメントのチャンピオンでもありまして、現在獲得賞金は第17位にランキングされています。2コース2号艇の畑田、昨年は関東地区選手権競争 G1 優勝を果たしましたが、残念ながら G1 タイトルには及びませんでした。その巻き返しを期しての今回の舞台。3コース3号艇の川原、角線4号艇の井上、さらに大外6号艇の澤田の3選手は G1 初優出、5号艇の佐々木は G1 初登場でいきなり初優出、枠なりの3対3となっています。第11回のヤングダービー優勝戦の第12レース、オレンジの12秒針が回転を始めています。左横縦2、3m 新聞体系定番通りインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番体系で今スタートいたしました。一周一回で向かう先行争いでありますが、インコースからトップスタートは1号艇の関、最初の勝負どころ、インカレ入れ体勢は1号艇の関、さあ3号艇が幕差しのハンドル、バックストレッチ向上面でありますが、1号艇そして3号艇のさあ幕差しが届いているか、その後は3停止ありまして4番、5番、2番、6番という体勢、向上面中間点から内端マークへと変えます。スタートは前提正常、さあ1号艇の関は外、内をついた3号艇の川原関いたしまして、さあ3号艇が先に回り、そして1号艇の関はどうするか、差し返す内端マークでありますが、一騎打ちか、3号艇内側から1号艇の関に並んでいるか、そのあとですが3番手が4号艇の井上追走、さあ追い手前でありまして再び並んでまいりまして、1号艇の席アウト、3号艇の川原完全に一騎打ちムードになります。その後は3番手が4号艇の井上が追走、後方向かっては5番6番2番という体勢、さあ今度は1号艇が2周1番3号体勢、3号艇差し返そうかという体勢になりますが、1号艇がわずかに一定四半優勢、1号艇の席2番手追走、見せ場十分3号艇の川原4年ぶりの桐生で現在2番手、そして3番手は4号艇の井上、上の体勢は1番3番4番4番手が5号艇の佐々木翔と5番手6号艇の澤田、最後方追走2号艇の畑田という体勢です。さあ一騎打ちを制しまして1号艇の関がトップ、オール2連帯にここまでやってまいりました。さあこれから残り1周に入ってまいりまして、リードは4停止半から5停止と広がっています。2番手追走は3号艇の川から、3番手は4号艇の井上忠政が追走、4番手5号艇の佐々木翔と5番手6号艇の澤田、最後方追走2号艇の畑田大地、定冠が来ました。1番3番4番の体勢、7月のこの地元水面、桐生に続きまして通算16回目の優勝は542勝目の勝ちということになりますが、これで1300万円をプラスいたしますと獲得賞金は12当たりまで一気に浮上いたします。さあ今年は2度目のプレミアム G1 を制する形になって、ラストマークを旋回、1号艇地元の舞台での優勝ということになります。2番手追走3号艇の川原、そして3番手になりますが4号艇の井上忠政、最後の直線コース今1号艇の月優勝ゴールイン、2着3号艇川原ゴールイン、3着4号艇井上ゴールイン、後ろは5番の佐々木翔と6番の澤田、最後方は2号艇の畑田がゴールインです。なお3連単の1、3、4というのは18.7倍。